どうも、ヌヌです。聖剣伝説コレクション、聖剣伝説3遊んでいきたいと思います。前回はボス2連戦大変だったね。何者です。私は美獣黒の貴公子様にお仕えしている。こんな城に模様はない。欲しければくれてやるよ。あ、待て、皆さんのおかげで城を取り戻すことができました。本当にありがとう。でももうお父様は戻らない。あの美獣とかいう女の人がナマールを裏で操ってたのね。美獣はあの人が私の父と国を奪い、エリオットをさらわせた。絶対に許せない。シャルロットも美獣は嫌いでち、おっぱいぼよよんだし。あ、でももしまた攻めてきたらどうするんでちか。一度は炎上して失われた城の防御もナバールによってほぼ修復されている。これなら我々だけでも大丈夫。もう同じ過ちは繰り返しません。我々にはもう眠り花粉は効きませんからの。またエリオット様を捜索隊を結成して探しに行かせますじゃ。リー様首脳にお残りになって我々を導いてくだされ。リー様、エリオット様の今のことが気になるんですね。ここのことは我々任せてお食べ立ちください。リー様は、我々はラマゾネスの軍の隊長。王子様が敵の手中にあると分かっていて城に留まることなどできるお方ではないことを承知しております。いいな、みんな、おう、ライザー、みんなありがとう。私は王国復活のため行方不明のエリオット王子を見つけ、マナの剣を手に入れて戻ってくる。それまでお願いね。リー様、お気をつけて。さーって、風の精霊も見つけたことだし、一度フォルセナの英雄さんのとこに戻りましょう。そうしましょうかね。というわけで山下っていくわけかな、とりあえず。お、帰ってきた。この野郎、お前らのせいで町はめちゃくちゃだ。オラオラオラ、ふがふが、たわけものめ。皆さんやめてください。あ、リー様、でもこいつナバールのやつですぜ。ニキータ、あ、兄貴助けて。ニキータ、俺が誰かわかるか。よかった。皆さん、こいつもナバールのものですが、心を操られてどうすることもできなかったんです。許してやってください。この通りだ。おまあそうやって頭を下げられちゃ許されねえわけにもいかねえ。行こうぜ。兄貴助かったな。兄貴が旅立ってからすぐにナバールは。美女、オッペロニーの呪術で全員の心を操り始めたんや。事前にそれに気づいて逆らおうとしたやつは美女が召喚した悪魔によって皆殺しに。呪いをかけられていたジェシカさんには新たな術がかからないせいか心は操られずに済んだようですが、チカロに入れられてしまい、あのチカロ、兄貴が脱走してから壁が何重にも強化されてしまい、もうオイラにはどうすることもできなくなってしまったにゃ。やがてオイラも心を操られ、お前はもうナバールには戻るな。危険すぎる。ジェシカさんを守れなかったんじゃね。インスタのジェシカだけ心は操られずに牢屋に入れられているということは、ビジュもすぐにはジェシカを殺すつもりはないさそうだ。騒がせたな。じゃあ、朝まで休んでいこう。ウンディーネの日、セーブします。
アイテムとりあえず揃えたいよね。なんか様子がおかしいよこれ。おかしいな、もうとっくにバイゼルについててもいい頃なんだけど、なんだか様子が変だわ。何？なんか様子がおかしいぞ。なんでしょうか。この船やはり様子がおかしいです。もしかすると。ワイデチエグエグ。とりあえず探索だね。ねえ、ねえ、この船もしかすると幽霊船？もう嫌でし、シャルロとお家にかばか帰りたいよ。ちょっと待って。かすかに精霊の気配を感じるよ。でもなぜかとても弱いの。じゃあこの船に精霊がいるってこと？わからない。もうちょっと様子を見るしかないわね。何かいるよ。気をつけて。ついびれを行こう。なんか一気に和んだな。やべ。アンジェラの HP が危なかった。知性上げときましょう。上がった。精神。死の本。呪いの本。死の本。あ、いたぞ。なんか適当にやってたんだけど。え、これ公開日誌？にゃー、こんにちは。マタロウ？どうも、私、幽霊マニアのマタロウと申します。とうとう念願の幽霊になることができました。十分満喫しましたので、そろそろ帰ります。この感動はあなたにも、さようなら。
そんな私死んでしまったのね。これはさっきの人に呪いを移されたのね。この呪いをかけられたら別の誰かに呪いを移さないと一生この船から出られないよ。別の誰かって言っても、あ、そんな置いてかないで、ひどいよ。どっちもどっちだと思うけどね。あなただって今一瞬仲間を犠牲にしようとか考えたんじゃないの。でへへ、バレたか。とにかくこの船、呪いの元になるのはこの船のどこにあるはずよ。それを残されたらみんなで探しましょう。お願いします。もし探すのが嫌になったらいつも借りますから行ってくださいね。ああ、というわけでこの二人で探さないといけないのか。メンバー変更し変われるのかな。変われなそうだよ。ちょっと戦力的に厳しいよねこれ。まあ、丸ドロップゲット。ようこそ我がさまよえる魂の船に。仲間の呪いを解いて私たちを解放してください。方法は一つだけ、私を倒すことだ。オーバー。アンチマジック、魔法効果決定したんだっけ。倒した。よくぞ我が迷える魂を解放してくれた。喜んで力を貸そう。仲間の呪いも解けたであろう。テイト、もう冗談じゃないわよ。幽霊なんてもうコリコリだわ。アンジェラが仲間になった。でもジェイドさん、シェイドさんがここにいるということは闇のマナストーンもこの船の中に。いや、闇のマナストーンは失われし石、もはや現世には存在しないだろう。かつて世界大戦が起こり、イニシエの神獣以来世界が二度目の危機を迎えた時に闇の力が増大し、闇のマナストーンだけ封印が解けてしまったのだ。で、闇の神獣が、いかにも、大昔人間たちは古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを平和に使っていたが、やがて人々はエネルギーを奪い合うようになった。闇の魔物たちはここにつけ込み、世界を戦乱の渦へと巻き込んでいった。飼い主さえさんも同じことを言っていた。ついに闇のマナストーンの封印が解け、神獣と闇の魔物たちにより世界は滅亡寸前にまで荒廃した。それ以来マナストーンは失われ、住処をなくした我が魂はこうしてさまよる幽霊船となり、長い時を後悔してきたのだ。その後闇の神獣はどうなったの。滅亡寸前で回避できたのはなぜ。わからない。なぜかと忽然と闇の神社は魔物たちと共に消えてしまったのだ。それから長い年月が過ぎ、世界は蘇った。だが闇の神社は消えたわけではない。おそらくこの世界とは別の異世界で再びマラストーンに姿を変え、この世界のどこかに影を落としていることだろう。だとすると人間たちにはマナを減少させる方法がないのに、
こんなにもマナが少なくなってしまったのには闇のマナストーンが関与している可能性があるわね。でもどうして？魂が解放されたのでこの船も消えてしまうようだ。そんな。ここ火山島物価、あの様子は噴火が近そうだわ。何度か早くこの島から脱出しなきゃ。はい、というわけで今回ここまでにしたいと思います。チャンネル登録高評価等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。